A. ミサトは日本の女性モデル、レースクイーン、神奈川県出身、プリッツコーポレーション所属、日本人の母とイギリス人の父を持つ、8歳までイギリスで過ごし、インターナショナルスクールを経て、小学6年から日本の公立学校に通った。11歳の頃からモデル活動を始め、その後はニソン系歌手を目指して、声優系の事務所に預かり契約していたが、 イベントコンパニオン、英語対応、キャンペーンガールモデル MC ナレーターなどの仕事に従事することが多くなり、声優系の事務所を辞め本格的にモデル業にシフトしていく。2017年のスーパー GT で大沢マリエと共にパンサーガールを務めた後、2018年からは京浜ブルーナビゲーターを担当。スーパー GT や2020年の全日本。 ロードレース選手権といったレースのほか、モーターショー等のイベントで MC を担当する。しかし、ホンダ技研工業のグループ企業であった京浜が2021年1月1日付で、日立やスティモと解消し、日立グループの企業に吸収合併。これに伴い3年間務めた、 京浜ブルーナビゲーターは事実上の卒業とされていたが、同年3月14日に鈴鹿サーキットで行われたアスティモモータースポーツメディアローオンチにおいてアスティモアンバサダーへの就任を発表。新会社でも引き続きモータースポーツ活動に携わる。相方、レナ、この年は、ヤハラ・乃がコンパニオンとして参加。この年は、相方だった、青井レーナのほか 2013年の景品ブルー、ビューティーを務めた佐藤彩菜とうねめかも参加していた。共演、霧島聖子、宮瀬七海、野田桃香、アリスビザクラ、シアン、水木チカ。ありがとうございます。